Hi everyone! Welcome to my channel. It's Ellie here. こんにちは、エリーです。今回の動画は私、今週末、実は私だけでもうヘイリーを彼に預けて1泊2日でラスベガスに行くことになりました。でもこの動画が上がっている時にはラスベガスにいると思うんですけど、そう、その1泊2日の何を持っていくかっていうパッキング動画を紹介したいと思います。で、なんで私がラスベガスに行くかというと、もうインスタグラム見てくださってる方もご存知だと思うんですけど、実はラスベガスにバックストリートボーイズのコンサートを見に行くことになりました。もう昔の動画、自己紹介動画を見てくださってる方とかは、でも私がバックストリートボーイズの大ファンだっていうことをご存知だと思うんですけど、ずっともう12歳の頃から大ファンで、もうちょうど今年で20年記念になるんですけど、もうずっとコンサートに行けてなくて、もうずっとね本当に行きたかったんですけど、やっぱりなかなかタイミング合わずに行けなくて、でちょうどバックストリートボーイズが去年かな、一昨年ぐらいからラスベガスでショーを始めて、で今年で多分最後なんですね、もうすぐ終わりなんですけど、もうそれを聞いて、ラスベガスサンディエゴからそんなに遠くないし、もう絶対行きたいってずっと思っていたんですけど、やっぱり去年とかは子育てが忙しかったり、なかなかタイミングが合わなかったりしてて、でも今年は最後だと思ったらもう行かなきゃっていうのもあって、で YouTuber の、バイリンガールチカさんがバックストリートボーイズファンで、つい最近かな、バックストリートボーイズのコンサートに行かれた動画を上げていて、もうそれを見てから私はもう行かなきゃと思ってあ、絶対行きたいと思って彼にずっと言っていて、行きたいんだけど一緒に行こうって、でヘイリーも連れてきたいって思ってたんですよね。でもまあ彼にラスベガスにはちょっとまだね、ヘイリーは小さすぎて連れてきたくないって言ってるのと、で彼も別にあと僕は行きたくないからみたいな、もうエリーは友達と行ってきなよって、もう全然一人で見てるから週末で、まあ、弾丸になっちゃうけど、あの行ってきなって言われて、ちょうど去年の冬ぐらいにもうチケット取りなよってすごいプッシュされてもういいから行ってきなよみたいな感じで言ってくれて、まあ、彼の本当に協力があって、まあ、今回行けることになったんですけど、でコンサート自体は土曜日の夜9時からなので、まああの朝、土曜日の朝には出て、まあ、4時間半ぐらいかけて午後に着く感じで、次の日の朝また10時ぐらいには向こうを出て、こっちのお昼過ぎぐらいに着けばいいなと思っているので、本当に丸1日ちょっと丸1日半いないかなっていう感じなんですけど、で1泊2日なので本当に荷物全然ないんですけど、まあせっかく久しぶりの旅行でもあるので、皆さんとパッキングをシェアしたいなと思って撮っていこうと思うので、よかったらご覧ください。では Let's get started。 では紹介していきます。結構ランダムに入れちゃってるんですけど、そう、このキャリーオンのソフトのものに入れています。まずここにコテを入れてますね。コテとあと櫛、明日朝入れようと思ってるんですけど、櫛、髪の毛溶かす櫛はここに入れていこうと思います。でちょっとね、寒いかもしれないので、夜寝るときに寒いと嫌だなと思って、大きいこの何、トレーナー、パーカー、パーカーか、パーカーを持ってきます。これはで、これカバン、あの一応コンサートに、まあ、ドレスアップして、ラスベガスなので結構みんなドレスアップをしているので、ちょっとドレッシーなカバンを、こういうクラッチバッグを持ってこうかなと思って、これケイトスペードのかな、そうを持ってきます。あとこのデニム、この黒いディバイスのデニムは、行きの車でレギンスを履いていくので、まあ、ついてもしちょっと時間があってプラプラどっか行く予定があるんだったら、これに着替えようかなと思ってあんまりね、ずっとレギンスっていうのもあれかなと思うので、一応念のためこれ持ってきます。でも、もしそんなに、まあね、見る時間なかったらこれ必要ないかもなんですけど、でこれは、ドレスです。これを夜着ようと思って、ちょっとドレッシーに、クラッシーなドレスを着ようと思うので、肩がオフショルダーのちょっと赤でタイトなドレスになります。こういう、わかるかな、ちょっと見えるかな、見えるかな、こういうちょっとスリットが入ってる長め、膝丈かなのオフショルダーのドレスを着ようと思います。これはまた着たら
紹介しますね。そう、これはバレンタインデー のディナーに彼と行く時にも着れるし、赤いドレスって持ってなくて、ちょっと私も着たいなと思って買ったので、これもベガスで、まあバレンタインの前の週末だしいいかなと思って着ようと思います。そう、でも久しぶりにこういうドレッシーなドレスを着るのでちょっと楽しみです。で、これにこれなんかアマゾンで買った前に買ったこう収納のやつにパジャマと下着ブラとかを入れてるのと、あとはこれ前にこれね、前にも紹介してすごい質問いただいていたんですけど、これが化粧ポーチです。で、化粧ポーチを紹介すると、これはターゲットで買ったものなので、ちょっと日本では購入できないかもしれないんですけど、すごい可愛くてね、残念で、中身がこういう感じで、ファンデーションとかブラシを真ん中に入れてこういう風になっています。そう、これすごい可愛いしコンパクトにすごく入るので大活躍しています。もしアメリカにとかカナダにいらっしゃる方は、まだターゲットに多分売ってると思います。で、あとはバス用品、これはもうローションだったり洗顔だったり化粧水、乳液、ナイトクリームとか全部入れてます。で、こっちのポーチにはシャンプー類とか、そう、ボディウォッシュとか、あと化粧落としのアイメイクアップリムーバーとかを入れています。このポーチはもう本当になんかおまけでもらったやつかな、セフォラとかで忘れちゃったんですけど。で、このビニールに入れているのが靴なんですけど、履いてく靴じゃなくて、夜そのドレスに履く靴を、これをパンプス、パンプス、リボン付きの黒のシンプルなパンプスも、これすんごい前から持ってるやつで、もうヒール履けるかなってぐらいちょっとヒールを履いてないのでちょっと怖いんですけど、せっかくドレスアップするのでね、ちょっとヒールは履かないとかなと思って、そう、これを持ってきます。で、明日履いてく靴はこのフラットのこの靴を履いていきます。そう、帰りもこれで行こうかなと思ってて、これすごい楽なんですよ。これはね、トリバーチのかな、なんかアウトレットですごい安く買ったやつで、ちなみにこっちもトリバーチの靴で、アウトレットで安くすごい昔に買ったものです。なんかトリバーチの靴好きで、安くアウトレットで買うことが多いのでという感じで、一泊二日弾丸なので本当に荷物少ないんですけど、こういう感じで詰めて行こうと思います。ちなみに明日着るものは、もう長旅でずっと私が運転なので、レギンスもう楽なようにレギンスで、寒いみたいなんですよ、ラスベガスが。多分ね、サンディエゴより 3-4 度寒いかな。だから最高気温が13度とかで、最低気温が4度とか2 3度とかだと思うので、ちょっとこのニットと、あと夜ドレスを着るときに寒いので、きっとそう、このブラックの、これザラのコートなんですけど、レザーの腕のこういう普通のコート、こういうコートを持ってこうと思っています。でも行きも帰りもこの同じこれでいいやと思ってそう、同じくって思われちゃうかもしれないけどあんまりそういうの気にしないので、そう、帰りはね、もう朝着替えて帰ってくるだけだし、そう、別にそのためにお洋服はいらないかなと思ってこれで行こうと思いますという感じで、今回の動画は1泊2日で行く弾丸旅行のパッキングの中身を紹介させていただきました。で、今回ラスベガスにね、せっかく行くので、まあ、そのラスベガスでの様子もできたら動画に収めたいなと思っているので、次回はきっとラスベガス動画になると思うので、お楽しみにしていてください。で、インスタグラムの方には絶対バックストリートボーイズのコンサートの様子もストーリーにたくさんあげる予定なので、
まだインスタグラムフォローされていない方はぜひフォローの方お願いします。こういう旅行の様子とか、まあ、私の日々の様子、あと写真はたくさんいつも上げているので、まだフォローされていない方はぜひフォローの方していただきたいですもし見てくださってる方の中でバックストリートボーイズファンの方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄にコメントください。教えていただきたいです。やっぱりファンの仲間がいると思うとすごい嬉しいので、知りたいなと思ってますで、この動画気に入っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録お願いします。では次回の動画まで See you next time! バイバーイ。